トリッカアドリート、GMT とお貸しください。はい、このチャンネルでは、私、平成元年生まれ、ムケオがロレックス正規店で GMT マスター2を購入するための奇跡を話すチャンネルであります。はい、私、えー、フランケンムケオであります。えー、フランケンシュタインムケオですね。えっ、ー、と、詳細についてはね、あの、後半喋りたいと思います。えっ、ー、とね、まずはですね、えー、コメントありがとうのコーナーであります。 はい。えー、昨日ね、えー、久しぶりに、えあ、ー、げたんですけれども、動画あげ、動画の方あげたんですけれども、えー、コメントいろいろしていただきありがとうございます。えー、K さんですね。えー、赤シード変えたって、もうこれやばいっすね。で、この K さんね、あのー、このチャンネルのね、序盤でね、あのー、コメントをしていただいて、ロレックス、あのー、探します。頑張ってください。私も頑張りますっていうところでコメントいただいたんですけれども、なんか変えてるじゃないですか おめでとうございますアカシード ?2 週間で買えたってもう本当にすごいです。もう羨ましい限りであります。私も頑張ります。コメントありがとうございます。えマルスさんね、えー、いつもコメントありがとうございます。ネタの提供もね、していただいて本当に嬉しいです。で、えー、Y さんね、えー、グリーンサブね、えー、探されてるそうでね、えー、またね、貴重な、あのー、ご意見、えー、いただきました。あ名刺等のですね、えー 非常に参考になりました。えー、ありがとうございました。で、みそじボーイズさんね。えー、みそじボーイズさんに関して、この方多分ね、陽キャですね。えー、私、ネクラインキャですので、あの、いきなりね、飲み行きましょうって言ったらね、あのー、ちょっとね、びっくりしますね。えっ、ー、と、私ね、一番飲みたい人種と年齢層っていうのがありまして、まあ、トップ、ナンバーワンが白人女性の若い白人女性。これがね、ナンバーワンですね。で、 一番飲みたくない、あのー、年齢層人種は、あの、日本人のおじさんなんですよ。うん。で、そのね、ちょっと上ぐらい、もう、下からちょっと上ぐらいに、まあ、同世代のね、あの、ヤンキーみたいな、あ同世代の陽キャうん、これちょっと怖いんですよね、私ね。あのー、まあ、ナンパはずっとやってたんで、あのー、若い女性にね、 声かけるのはいいんですけれどもね、あの、ヤンキー系の同世代にこうあの声かけるのがね、一番膝がくぶるするんですよね。うん、これがちょっと私の悪い癖でありますのでね。えー、まあね、味噌地ボーイズさん、あの、飲み行くのあのね、あの場面で、うん、場面でよくね、っていうところでよろしくお願いします。で、大先輩祭の、大先輩のね、A さんね、うん、私の話を聞いて20代の、あの、 これをね、思い出していただいて嬉しい限りですね。えー、虎の胃を刈るようなものと、ロレックスを使たと虎の胃を刈るようなものと、すごくね、力をつけるということが,がありますね。すごいですね。えー、虎の胃を刈るをね、ちょっと私ね、調べたらね、虎の胃を刈る、えー、 キツネっていうのが言葉座みたいですね。まあ私、あの小物の狐でありますのでね、えー、しっかりとね、このロレックスをつけてね、大物になった気分でね、やっていきたいと思います。コンコンというところですね。えっ、ー、とですね、えー、まあ、いつも、えー、コメント、えー、いいねの方、本当に皆さん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。一皮抜けますということで、はい、今日も決まりました。はい、コメントのコーナーについては終了です。はい、ですね。 本日、えー、正規店回って参りました。本日ですね、ちょっとね、えー、やらかしております。プラスね、ちょっとね、ガチ切れておりますね。私の方ね。うん、腹が立ったね。まあ、えー、その話を、はい、やっていきたいなと思います。それでは行きます。ムケムケオッケーっていうとこですね。はい、まずね、本日私の予定としましては、まずね、あのー、 皮膚科の方にね、えー、行きまして、ちょっとお肌があの荒れましたので、皮膚科の方に行って、で、えー、その後ね、ランニングして、で、キュッとね、顔のむくみを取った後に正規店に行こうっていう、あのー、予定でね、今日動いていたんです。で、一番初めね、このね、皮膚科でね、ちょっとね、波乱が起きたんですよね。あの、皮膚科って薬だけもらおうかなと思ったんですけど、あのー、 先生と話していくうちにね、ちょっとね、あの、首にできたおできあ、今から手術でもう簡単に取れますよって、10分ぐらいで取って、もう全然あの、大丈夫ですよって言われて、あ、すいません。ちょっとあの、明日私、あの、人前に出る仕事なんで、って、 あの、術後どんな感じになりますかって言ったら、まあ、人前に出る仕事なんてないんですよね。あの、この後正規店に行くんで、あの、どんな感じになるかっていうのだけ聞きたかったんですけど、そしたらね、ああ、大丈夫ですあの、カット版貼るだけなんで、全然、あの、目立ちませんよって言われたんで、ああ、ほんとすかって言って、あじゃあよろしくお願いしますって言って、あの、手術する感じになったんですよ。あの、まあ、ここ、お食事中の方は、あの、変えてほしいんですけれども、まあね、手術することになって、あの、やってるうちにね、先生がね、お あ,あん、これまずいぞ、みたいな感じになって、どうしたんですかって言って、ああ、これちょっと思ってたよりね、結構ね、しこりが大きくてね、これあの、手術、切開して、あの、しこり取らないとダメだねって言われまして、いや、もう、もうその状態で寝てますからね、ああ、と思って、まあいいや、じゃ、じゃあお願いしますって言って、やったんですけどもうね、もうゴリゴリ取り出して、もうめっちゃ最後塗ってるんですよね、首をね、何箇所も。 で、はい、終わりました。つってね、鏡見たらね、もうね、首あの、めっちゃあの、あの、糸で縫ってね、それ何箇所か塗って、そこにカット板ベタベタして、もうやばいんですよ、見た目が。もうこれもう完全にフランケン向けようになってましてね。ああ、すでね、もう看護師さんとかもね、あ、取れたのもいますよとか言って、あこ、めちゃめちゃ気持ち悪くて、もう、あの、趣味悪いな、この子みたいな。めっちゃ笑顔だったんですけど。まあね、そういう感じで、もう首ボコボコで、あの、 めっちゃ塗ってる感じになってね、もう完全にね、もう、フランケン無けで、ハロウィン終わったけど、みたいな感じになってたんですけど、まあし、でね、どうしようかなと思うんですけど、もうやっぱね、もう、ファンの皆様にね、もう昨日言ってますから、もう明日行きますよって。もう行きますよ。あの、フランケンでも関係ない。もう私行きました、正規店の方にね。もうランニングはもうやめましたね。で、正規店の方に、あの、フランケンで行ったんですけれども、5つもの通りね、駐車場に、 車を止めましたら、あのー、例のごとくね、えー、店長さんがね車の方でねお休みになられてましたでねちょっとねあの店長さんウォッチングしてたんですけれども、まあ、後ろでね 後ろからの扉からガランとね、外に、あの、若熊さんが出てきてね、あ今日若熊さんいるやんと思って、よし、楽しく喋ろうとか思ってて、で、見てたら、まあ若熊さんね、店の中ではね、めちゃめちゃね、停止勢なのにね、あの、喫煙所でなんか殺し屋みたいな目してね、タバコ吸うなーっていうふうにちょっと感じました。で、若熊さん、ちらっとこう、こっちのギロってにみましたので、あ、やべえって思って、あのー、ちょっと店長さんウォッチングやめようと思って、あのー、 ね来てずっとそこに座っとくのもなって言ってあバレたと思ったんでもう行こうと思ってねあの店の方に行きましたしてねまあ、カランカラーンっつってねあのピンポーンっつってね入るんですけれどもまあ、若熊さんもびっくりですよねめちゃくちゃ首がボコボコしたフランケンシュタインみたいなやつが入ってきてねもうトリックアトリート「GMT マスターお菓子ください」じゃねえよバカ野郎みたいな感じでなるんですけどでちょっとね若熊さんとあの初めしゃべっ 出てねあのー、結構喋ってたんですけどももう,もうびっくりする絶対ね首見ててね「どうしたんですか?」とは言われまなかったんですけどまあそんな感じでねあのー、ちょっと気まずい雰囲気がありながら「あのー、ちょっとね、まあ、GMT やりますか」で「まああーなーありませんね」つって,ってでここポイントですね。あのー なんかスポーツモデル今あります方も私レベルのね、あの、向けた男になると聞きません。最近何か、あのー、ね、スポーツモデル入って売れましたかと。うん。こうすることによってね、あの、もうね、それ買う気はないけど、その情報だけをあの仕入れることができますから。これちょっとね、あの、真似していただきたいなと思いますが、あまあ、それも、あのね、なかったみたいです。最近は私があの、行けなかった、 時にはねねスポーツままでで何も入っっててないっていう感じで言われました、ねうん、最近はちょっと入荷がありませんねという感じでした。で、なんか新しいオイスターパーペチュアルっぽいのがあったんで、そっちの方をね、こうね、見た隙にですよ。こっからがね、またね、波乱が起きたんですよね。あの、もうね、4人ぐらいのね、地元民じゃない感じの方がね、 ガーンって入ってて入きたんですよお客さんでねでね結構態度をオラオラしてねもうね腹パーンって出ててねまあお金持ってるかもしれんけどみたいな感じでその人たちがねもうねずっとね若熊さんを責め立てるわけですよ「ねえ兄ちゃんこれあのー、最近スポーツモデルとかでさ入ってないなみたいな「あっございません」って、ね、うん いえ、入ってるんでしょ裏にあるんでしょこみんなね、こういう風に言うんだよ。つって、4人ぐらいね、来るとあの、ロレックスの店員さんもね、なんか2人ぐらいで対応するんですけどね、これね、2人、あの、女性の店員と若まさんがいたんですけど、もうめちゃめちゃ攻め立てて、姉ちゃん、ねえ、裏にあるんでしょねえ、言ってよ、もう。そういうの分かってるんだから、みたいな。お前、もうさ、そういうのさ、やめようよ、と思って。逆にそういうの言ったとこで出てくるわけないし、あの、 ブラックリスト乗るよ、みたいな。 うん。ちょ、まじ、それ、ちょっとね、ちょっとイラつきましたね。で、だから私も全然、我が熊さんと喋れなくて、さ、もう一人で、なんか全然もう何回も見た時計をね、うん、見ながら、あの、このお客さんたちも、早く帰らないかな、みたいな感じで、ちょっと待ってたんですけど、もうずーっとね、攻め立ててるんですよ、4人で。いや、あるんだよ。裏にあるんだけど、これ言わないんだよ。終って、俺は知ってんだよ、みたいなね。すごくね、腹立ちましたね、もう。早く帰る。 もうフランケン向けようが後ろいますからね。あの、首にボルト刺したろかーいと思ってたんですけど、うん、いつでもやったうぜっていう感じで、あの、フランケン下に後ろに行ったの気づいてましたかもし、このチャンネル見てるならね、あのね、その態度を改めた方がいいですよ。はい、それはちょっと一言言っときます。で、あのー、本当にね、あなたがね、ロレックスをね、好きなのであればね、まずそういう態度は改めるべきだし、で、 あの、このチャンネルももしかしたら見てるかもしれません、ね。あの、名探偵向けよっていうやつね、ちょっとこれね、あの、確認してください。もう店員さんがどういう感じかっていうのは私が喋ってますから。あ、私ね、あの、名探偵の、私の友達に名探偵向けよっていうやつがいるんですけど、まあそいつが喋ってますからね。その確認してください。で、私思うにね、多分あの人、転売ヤーなんですよね。まあ4人のうち1人か2人か転売屋なんですよ、言い方が。まあ愛はない。そこに愛はあるんか な、うん多分なかった。うん、ロレックさえはない。いやなんかね、売ったらすごく高くなるみたいな話とかめちゃくちゃしてたんでね、うん、なんかね、腹立ちましたね。結局私ね、喋ることがね、できずにね、あのー、もうね、結構ずっとあの時間潰してたんですよね、携帯とか見ながら。うんただね、全然買えなくても、ずっと攻め立てるからですね。 もうもういやと思ってねもう帰りもう出ようとしたんすよ、うん、ただねその時ね私ね見ちゃいましたよ一つ壁越しにねそのねあの喋、ー、りの会話を聞いてるラスボス店長さんがねいたんですよはいこれ確定ですあのー、来られたあのそのね店員さんをねあの若、ー、熊さんをねあのー、追い詰めてたねお客さんたちあなたたちねブラックリスト乗っちゃいました この時点でね。うん。多分あの店長さんね、がっつり聞いてたんで。いやー店長さんラスボスね、あのー、いい仕事するなって、そういうふうに思いました。あのー、ね、一見いつもね、後ろのね、あのー、バック、あのー、裏の駐車場で車で座ってると思いきや、そういう大事なとこはね、しっかりとね、聞いてるんです。はい。そういうふうに思いました。やっぱね、あのー、ロレックス買いたい方、 やっぱりね、店員さんが一番です。もうね、店員さんに、もうこいつダメだって思われたもん、ダメですから。うん。だからね、やっぱりそういうちゃんとしたね、態度を改めるか。で、もしね、あの方たちが、あの、店売屋であれば、もうそれでいいんですよ。もう、売られることはないし。うん。でもそこでバレてますから。それはいいんですけど、もう本当にね、ロレックスが好きで買いたいのであれば、うん、ああいう態度は、あの、改めた方がいいのではないかなと、私は、あそう思いました。でもね、えー、もう、 うちでフランケン向けはね、あのー、今日ね、特に何のね爪痕も残すことなくね、あのね、背中丸めてね、帰っていきました。うんまあね、えー、なかなかね、えー、あのー、書いてるコメントとかでね、本当にうらやましくてね、あのー、 そういうところはあるんですけど、私のね、旅はね、まだまだね、えー、続きそうですね。もうね、フランケン向けはね、えっ、ー、とね、今日もね、買うことはできませんでしたが、うん、まあね、最近コメントも増えておりますので、まあ、えー、頑張っていきたいと思います。まあね、今後もね、トリックはトリートジ m t ムティマスターくださいジ m t ムティマスターいつ買いますかというところでね、うん、ラップをね、そうなんですよ。今日ね、ラップかまそうと思ったんですよ。若熊さんに。 あの、喋りながらね、こう、喋るながらね GMT マスター言いつ買いますかって言ってね。もしこれがね、あの、向けよって知ってたらね、あれ向けよさんって言っても、そのタイミングでね、裏から多分 GMT マスター出てくると、私は確信していましたから。う いう、もうこのね、私のパンチラインもね、伝えることができなかったんですよ。よーよーよーようですよ。本当に。うん。まあね、転売するような感じでね、店員さんをゴリゴリ行くの。これやめてくださいね。はい。まあそんな感じで、えー、今日は、えー、終了になります。またね、週末にはね、えーっと、まだ行きたいなと思いますが、うん。 まあそんな感じで、まあその時までには抜ししときたいなでもなんか一週間かかるからまたムまた向け、ケンで行かないとダメじゃないですか。うん。ハロウィンいつ終わるのって言われるかもしれませんが。まあそんな感じでまた今後も頑張っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。ムケムケオーケーインではまた